どうもリンキです。今回も稲妻 11SD やっていこうと思うんですけど、今日新しくランキングバトルが始まりました。それがこちら、スコアアタック、フィフスセクターシード集結前編。はい、そして今回のランキングバトルは初めてのスコアアタックということでね、まだどういう感じかわからないんで、とりあえずプレイしてみたいと思います。あ、最初に難易度を決定するんですね。じゃあ上級でいきましょう。はい、あ、みんなもう行きたいところに行けるって感じで、まあ多分ほとんどの人は上級でいいんじゃないかなと思いますね。いや、まだやってないけど分からんけど、はい、あ、上級でチームパワーは5000ぐらいかな、相手の。あ、お任せね。とりあえず多分スコアアタックってことなんで、いっぱい点決めたらええ感じなんかな。なんで打っていきます、どんどん。おー、強い強い。へえ、こんな技あるんや。オッケー。あ、ちなみに僕5を見てないんで、もうこいつら全員わかりませんね。よし、オッケー。この前もらったカノン強いっすわ。あー、あと今回は全員 CPU 戦ということでね。まあオンラインではないんですけど、それでスコアを対決していくっていう感じですかね。オッケー、2点目。まあこんな感じでやっていきます。お、なんか稲入れ公式からツイート来たよ。不具合を確認しておりますだと。なんと、あれ消えた。まあいいか。なんか不具合が出てるらしいですね。まあまだあんま不具合出とるっていう感じはないですけど、まあとりあえずやっていきましょう。はい、終わりました。ちょっと2点取られてしまったんですけどね、5対2で一応勝つことができました。はい、あー、でこのコインですね、シード集結コインで、また毎回のように、おお、結構もらえるんですね。こういう感じで毎回スコアが出せれるんですね。まず、あ、ドリブル移動、パスカット、弾キック、ボール支配率、おお、パス、タクティクス、アイテム獲得数とか、あ、ステージ難易度、属性1、ハットトリック、こういう感じで、あとこのキャラですね、限定キャラみたいな。それでどんどんプラスポイントが追加されていくと。で今、おお、ゾロ目333位。なるほど。はい、あ、でも中級初級は選べなくなったと。ああ、こういう感じですね。上級の中の今300何位みたいな感じで、で報酬はポイント報酬で、ああ、こういう、あ、結構でかいですね、ポイントが。100万ポイントとか。まあ、最終的には、おぉ、めっちゃいくね？え？ 1、10、100、1000万、10万。700万ポイントで、この、勝利のバッジエースとかもらえる感じですね。700万か、結構いくな。で、ランキング報酬は、あー、結構狭まった感じが。この S キャラもらえるんが、もう1000位からになってるわ。波川蓮介をもらえるんが。あと今回これも入ってる。稲妻チケット SR も入って、ああ、こういう感じか。まあ、1000位以内には入りたいとこやな、これは。はい。なるほど、こういう感じか。オッケーっす。これはもう頑張るしかない。5月15日のほぼ2時までか。なるほど。そして今回カードミッションもあるんでね、ほら。どんどん削られていく。カードミッションと普通のイベントのミッションですね。こういう、ここにある。はい。これでもいっぱい報酬がもらえると。ポイントが。なのでね、皆さん頑張っていきましょう。ということで、おまけ。おまけはこのチケット、余ったチケットを引いていきます。よし。ちゃっちゃと引こう。んぽん。赤。アスト。意外とない。アストが出ること。はい、次。普通の稲妻ガチャ2。チケットバージョン。2枚ありますね。行きましょう。ん、僕ね、全然 S 持ってないんですよね。まあ、課金もしてないってこともあると思うんですけど。OK。OK じゃないかな。うん。はい。はい、次。どんどん行こう。次は A ランクの出現率アップ。
1枚ありますね。オッケー、行こう。ゴー。さあさあさあ、来い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 。うん。まあまあまあ。まあそうよな。おお、頭でかいな。さあ、ラスト。S ランクの出現率アップ。ちなみに、あ、2枚ある。ちなみに何パーや ?3% か。ってことは 6% の確率で S ランクが来ます。来い。うん、全然。あー、ワンチャン確定率あるきんな。お。新しいキャラ来たわ。はい。まあ、て感じでね、今回は新しいランキングバトルについて紹介しました。これからもいないレース D の動画上げていくんで、もしよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ってことで、バイバイ。